最近キスしたのはいつでどんなシチュエーション、彼女にしたい芸能人は、忘れられない人はいる、トイレから出てきた瞬間押し倒してキスして、ノースタイル井上の365よいしょ。どうも、グッドレオエです。狼少年片岡です。バケモン先生です。はい、今回井上さんからの持ち込み企画でして、井上100の質問という、はいはいはい、今回井上さんに言われてワンショットインタビュー撮ってきました。で、その様子を後輩3人に見てほしい。じゃあもうちょっとオフラインに包んでいますけど、気持ち悪いですよ。未定ソータンを再生したら始まります。これがそういうことなんですね。じゃあいきますよ、はい、そういうことです。いいですか、いきますね。井上雄介ってどんな人？超ポジティブな負けず嫌い。こんなん見せられるんですか？ちょっと待ってください。今の一瞬さらっと流しましたけど、だいぶはずいこと。自分の好きなところは？白い歯。自分の嫌いなところは？足が小さい。座右の銘は？今を楽しく精一杯。自分の癖は？癖？あ、でもこれ唇触るかも。自分にキャッチフレーズをつけるなら？前しか見ない男。ダッセーなー、恥ずかしいなー。子供の頃のあだ名は？いのちゃん。友達何人くらいいる？ LINE には4000人ぐらい入ってるんですよ。何回かしか会ったことないもあるから100人。芸能界でよく遊ぶ友達は誰？最近多いのは超特急の勇気。親友は誰？まあでもやっぱ広い意味で考えたら相方かな。好きな食べ物は？カレーうどん。ちょっと待って、え、初めて聞いた。おい、カレー、いや絶対違う。カレーうどんだ、これ食べてるとこ見たことない。嫌いな食べ物は？納豆。友達の小学校の時の稲城くんっていう同級生の家行ったら、めちゃくちゃうまそうに白ご飯に納豆かけてこうやってかき込んでたので、それ見てかき込んだ瞬間に匂いでブワーって全部戻して、そっから何回食べても戻す。最近一番笑った出来事は？グアム行ってダイビングした時に一緒に潜ったバケモン先生の周りにめちゃくちゃ小魚来て、モンスターが魚にこう食われてる瞬間は笑ってもうたな。バケモン先生に一言。バケモン先生に一言。これむずいな。いや多分あれじゃない、彼女作れとか。そんなあ、そうやと思う。そう、そっちやって。バケモン先生に一言。身長を分けてくれ。なんだこれ。いや、どういうこと。最近一番怒った出来事は？タクシーで新大阪行くために品川駅に行ってください、つかへんなーとパッて目開けたら池袋にいて、ごめんなさい間違っちゃいましたっつって、パッて気づいたら横浜にいたんです。最近一番泣いた出来事は？正月にやってた初めてのお使い見て泣きました。人に自慢できることは？いろんな人が俺を助けてくれてる。なんか言い換えると、何があっても誰かが俺を救ってくれる。狼少年片岡に一言。この質問むずいな。いや、だからちょっとあれか、これが欲しいみたいなことかな。だったらお金をちょっと分けてくれとか言うんじゃないですか。井上さんよく言いますもん、片岡の方が稼いでるはずだ。ああ言う。いやだけどそれはそんなことはないですよ実際は。え、実際勝つに札稼いでる。言うか。狼少年片岡に一言。いてくれてありがとうかな。ちょっと待って。え、明日お亡くなりになるんですか。どういうこと。東京出てきて初めて仲良くなった後輩でもあるし、中学3年で阪神大震災を経験してるから地震が一番怖くて、で東日本大震災の時一人で痛くなくて怖すぎて、頼む来てくれっつったら、まあ飛んできてくれて朝まで一緒に過ごしてうん、いてくれてありがとうかな。僕への一言とかだいぶ差がない。確かに。最近見た夢は？ゴリラにマウントポジション取られてフルボッコされた。小さい頃の夢は？教師。今の夢は？ YouTube の登録者数100万人。グッド良平に一言。よ
番長いですもんね、お酒で。まあまあまあ、良平に一言。ちょっと頑張れよって、それかな。いつも怒られてる感じする。いや、もう一回言ってくれてありがとうないですか。そんなことある。ぐっと良平に一言。もっとやれるやろ。ほらほらほらな、ほら当たってたよこれ。ほら、最近一番驚いた出来事は、新年会やった時に常が来てて、子供が見て見てって動画を見せてきたんですよ。常と男の子3兄弟4人が全員裸でこうやって揺れてる動画なんです。それを嫁が撮ってたって話を聞いて、どういう気持ちで奥さんこれ撮ってんのっていうのではちょっと驚きましたね。最近一番嬉しかった出来事は、お正月ロザンの宇治原さんにグアムに連れてっていただいて、ご飯食べて夜でホテルまで20分ぐらい歩いて帰ろうかって歩いてる時に、僕が宇治原さんのお子さんをこうやって抱っこしながら帰ってたんですよ。1歳半なんですけど、僕の肩で寝てたの。ほんで奥さんも、いや、うちの息子がその私たち以外の方で寝るのか見たことない、本当多分井上さんに信頼して安心しきってるんですよねっていうのを言われた時は嬉しかったし、なんかこう寝てる宇治原さんの子供を見ながら、結婚してってなったな。ずっと良平に一番怒ったことは、これめっちゃおもろいじゃん。良平さんに一番怒ったことは、いや、これは俺わかるよ。シンガポールで、あーマリーナベイサンズで、はいはい、一番景色が綺麗な屋上でブチギレられて、はいはい、だんだんその辺ぐらいでだんだん怒り顔やって、あ、これ怒られる怒られる怒られるって言って、顔ここぐらいまで来て、お前この度で財布開いたことないよな。マジでお前に自由な時間はあると思うなよ。ずっと良平に一番怒ったことは、断り方を上手になれっていうのでめっちゃ怒ったのを覚えてますね。要は僕が誘って来れないとかあるじゃないですか。じゃあご飯行こうや、すいません無理ですって昔言われて、仮にも俺先輩やし、無理なら無理で無理な理由を言えと。やっぱり断り方上手な人じゃないと誘われ上手にならへんぞっていうのは結構コンコンと怒ったかな。めっちゃ初歩的なやつよ。初恋はいつ？中1かな。林田さんっていう、あだ名リンダ。石田がいて、石田の後ろにリンダがいて、リンダの後ろに俺が座ってたかな。石田もリンダのこと好きやったから、まるでだからクラスの中でみんなリンダのこと好きやったような、なんかそんなような記憶かな。告白した回数は？15回ぐらい。そのうち成功した回数は何回？11。嘘っぽいね。告白の数15で成功11とか。そうやと思う。そうですよ。絶対そうやと思う。150戦20勝ぐらいやと思う。少な勝率。20勝してます。あ、20勝分からん。俺ら知ってるだけでも5勝ぐらいな。4勝5勝ぐらいです。そうそう。低い勝率。告白された回数は、記憶にあるので言うと7。そのうち付き合ったのは何？0。恋は自分からハントしたいから。ファーストキスはいつ？17。実家で2階の部屋から1階のトイレにその彼女が行くっつって、トイレから出てきた瞬間押し倒してキスして、その1週間後に井上君がわからないって言われて振られた。最近キスしたのはいつで、どんなシチュエーション？一番キンキンってなったら、4、5ヶ月前に行ったスナックのママ。鉄板のデートスポットはどこ？ベタやけどディズニーランドかな、やっぱり俺は。どんな恋愛がしたい？燃えるような。女友達ってありなし？元カノに限りあり。一回付き合って別れた彼女は友達かな。バケモン先生の好きなとこは？来ましたよ、バケモン先生の好きなところ。いや、もう決まってるでしょ。なんすか、ね、身長。そうやな、行きましょう。え、もうそれだけでいいの？うん。バケモン先生の好きなとこは？ないよ。なりたい顔。
ないよ。なりたいこの芸能人はちゃいますって引き出してくださいよもっと。ないよ。なりたい顔の芸能人は今は横浜流星。彼女にしたい芸能人はでもやっぱ石原さとみさんかな。こいつ正直いけるんちゃうかって思った女性芸能人めっちゃ笑ってるよ。そんなやつおるか。壇蜜コント侍っていう番組をレギュラーで一緒にやってて、で壇蜜ちゃんの元彼が俺にめっちゃ似てると、だから井上さんの顔も好きなんです、ご飯行こうかっていうところまで行ってたのよ。でも結果なんかお互いタイミングが合って、あそこで合致してたらひょっとしてたら付き合ってたかも。結婚したい芸能人は上戸彩ちゃんかな。狼少年片岡の直してほしいとこは、だから俺これ分かりますよ。何？ごますりの配分。ごますりするのいいけどあいつするの早いねみたいな。適当に話を聞く。ああ言うてる。なるほど、はいはい、うん、なるほどね、はい、なるほどなるほど。何回か怒ってます俺。なるほどは本当に思った時しか言うな。一番思い出に残っているデートは24の時にクリスマス、その当時の彼女とデートしてプレゼント渡してその直後に振られた。忘れられない人はいる？過去の彼女全員忘れられないし忘れたくない。向こうは忘れてるし忘れてほしいでしょ。何フェチ？プニプニ。お酒を飲むとどうなる？甘える。彼女に作ってほしい手料理は？ブリ大根。恋が冷める瞬間ってどんな時？女性が店員さんなどに横柄な態度を取った時。いい女の条件を教えて。いい女になろうとしてる女。いい男の条件を教えて。女を泣かさない。ウッド良平、バケモン先生、狼少年片岡、一番彼氏にしたくないのは誰？あー、これは俺もすぐ分かるわ。え、誰ですか？絶対やって。ただ身長に憧れてるから。なるほど。多分俺片岡と思いますよ。あー、なんかうさんくさい。うさんくさいし、太ってるし。おい一番バケモン先生絶対嫌やわあいつ。あんな193の大男。ちょっと待って、振り返り身長チームに193のどっちなんやろ。なにこれ、やったらうまい。この動画を見て興味を持ってくださった方々、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。